新型コロナウイルスが経済に暗い影を落としていますが、消費が減ったり、登場の機会が減ったりと大きな影響を受けているのが酒造会社とアーティスト、手を携えます。日本酒をイメージしたラベルで瓶を彩る新企画です。素手でキャンバスに触れ、感じたままに色を重ねていきます。こちらの絵が岡山県のおまち米を使った日本酒のラベルになって販売されます。手掛けるのは鹿児島県を拠点に活動するアーティスト、リコさんです。タッグを組むのは赤岩市の室町酒造、創業335年、数々の世界コンクールでも高い評価を得ています。リコさんはラベルの原画制作に向け、日本酒作りを体験しイメージを膨らませました。香りが色に変わったり、この場の空気も色に変えていくので、やっぱりこうやってみてもっとイメージの色がこう入ってくる感じでした。新型コロナで減っている日本酒の消費やアーティストの活躍の場を増やそうという共同企画です。お酒をこう手にした時の感情を、みんなの思いを一つにして、それを色彩に思いを込めて、あったかい感情とか、まだ道が開けていくんじゃないか、まだ希望が持てるんじゃないかっていうふうに受け取ってもらえたら。商品は10年ほど熟成させた古酒と搾りたての新酒の飲み比べができるセットです。ボトルにはそれぞれの日本酒をイメージした絵がラベルとして貼られる予定です。これを機会にですね、少しでも多くの方々、我々事業者も含めて、なんか明るい未来ができるような、そういった形に取っかかりになってくれればなとは思ってます。ラベルの原画はおよそ1ヶ月後に完成する予定で、販売は3月初め頃から始まるということです。地域で愛されてきた日本酒にアートの力が加わった一品です。